クリスチャンの寄り道を聞きの皆様こんにちは東京アント教会の孟瀬天カルですえ今日は無理だと思ったのに私が体験した逆転劇をテーマにお話しさせていただきたいと思います、えー、今はですねもう大学生になった、えー、次女がいるんですけども、えー、彼女がですね、えー、小学校に上がったばっかりの頃なんですが、えー、学校にですね行けなくなってしまったんですね 分離不安症というものでしたその結果ですねどうなったかというと私が,私がですね分離不安症というのはですね自分が信頼を受ける人と一緒にいないと精神的不安定になってですねまたその結果お腹が痛くなったりとか体に不調をですね起こすといったような内容でした。 ですので誰かですねこの次女につい,ていないとはついていないといけないという状況が発生した結果ですね私はですねこのフルタイムの昼間の仕事を辞めて夜時時からでですすすねね間だけ働く仕事をです、ね、することになりました当然ですねお給料も減ることになってですねそれは大変な状況であったわけなんですね。 しかしですねそのことにですね大逆転が起きたわけなんですねでもう10年近くそこでは今現在働いているんですけれどもいろんなですねこの技術をそこで学ぶことができましたその,場の職場はですねパソコンのサポートのコールセンターなんですけれども今ではですね管理者になってですねそこでいろんな パソコンの技術であったりとか AI に通じるような基礎的な知識であったりとかですねいろんな基本的なですね考え方を学ぶことができましたそしてですねそれはもとよりですね次女がですねその中で学校に行けるようになりまして私は今フルタイムでその職場で働いてるんですけれどもお給料もですねすごく良くなってですね本当に祝福を受けました で夜だけになった時にはですね、どうなるかなと思ったんですけれども、えー、非常にですね、えー、大きな祝福をですね、神様が与えてくださいました。えー、このことを最後まで聞いてくださったことをありがとうございます。